いただきたいと思います。お集まりの皆さん、こんばんは。日本共産党参議院議員の山添拓です。緊急事態宣言が21日で解除されることになりました。みんながそれを望んでいましたけれども、しかし決して安心できるような状況にはないと思います。東京の新規感染者7日間の平均は今日で前の週の 108% 下げ止まりどころか再び増え始める兆候です。変異株は東京ではせいぜい 5% 程度しか追い切れていません。にもかかわらず解除ありきで進んできたのではないのか。この間検査を増やし、医療機関を支えて保障を徹底しろ、ずっと訴えてきましたけれども、まともにされることなくここまで来ています。政府の中には宣言を延長してももう効果がないかもしれない、だから解除するしかないんだと、こういう声もあるそうです。ほとんど破れかぶれの打つ手がなくての解除ということなら第4波を早めてしまうことになりかねません。宣言の延長も再延長も根拠はよく分かりませんでした。その間何をやるのかもはっきりしないままできました。こうしてこの先状況が良くなるのか悪くなるのか、それは運次第だというならこんなに無責任なことはありません。皆さん、改めて自粛を求めるならまともな保障をという声を、医療機関にはいい加減に減収保険で支援をという声を、そして今こそ検査の拡充をという声を上げていくことが必要なんじゃないでしょうか。私たち野党、国会の中でそれぞれいろんな角度で提案をしてきました。しかし検査の拡充一つをとってもまともな対策が出てこない、お金をつけるということがはっきりしない、戦略を持ってやるという姿勢が見えてきません。生活困窮者への支援、女性を支える、あるいはシフト制で働く労働者、いろんな支援を具体的に提案もしてきましたが、なかなか動こうとしない政府です。今日先ほど参議院の予算委員会では我が党の山下良樹議員がシフト制労働者の問題について、休業支援金、大企業を認めるようになったのは大事だけれども、中小企業は8割なのに大企業は6割、おかしいじゃないか、区別するべきじゃない、あるいはそもそもシフトが入らなければ働くことができずに給料ゼロになってしまう、シフトが取り消されるのも直前、入るのも直前、こういう働かせ方そのものがコロナの前からやっぱりおかしかったじゃないのか、そういうことも指摘をしました。ところが皆さん、厚労大臣何と言ったと思いますか。そういう働き方を望んでる人もいるんじゃないかと冷たい答弁を行っていました。コロナを経てさまざまな浮き彫りになった私たちの社会の脆弱さ、経済合理性が優先されて一人一人の命や暮らしを後回しにする問題点、こういうところに目を向けない姿勢を未だに示しているのが菅政権であります。皆さん、やっぱりこういう政治はもう変えようじゃありませんか。こうして今、本当は政治は一人一人の命と暮らしを守る、そのために果たすべき役割たくさんあるところです。ところが国会では総務省の接待問題、政治家や官僚の特定の事業者との主治肉林の癒着が明るみに出ております。なぜ東北新社は官僚、
総なめにして接待ができたのか。福島さんもおっしゃったように、それはやっぱり菅首相のご長男がいたからじゃないですか。そうして違法な認可が急がされてきたんなら大問題であります。 NTT の社長と国民の疑念を招くような会食はしたことがないと言っていた武田大臣、週刊誌に報じられるとあっさり認めました。総務大臣が NTT そしてドコモ関係者と会食をしているということ自体、料金値下げに向けた完全子会社化が行われているさなかに渦中の当事者と会食するということ自体、疑念を招くじゃありませんか。全然解明されておりません。私たち引き続き徹底して解明を求めていきます。そして同時にこの政治そのものやっぱり変えなくちゃいけないと思います。核物質防護機能を喪失させて気づかなかった東電に原発をこのまま運転させるわけにはいきません。高齢者の医療費を2倍にする、あるいは病院削減に消費税の財源を充てる、こんな法律を通させるわけにはいきません。監視社会をプライバシーを丸裸にするデジタル庁関連法案急いで通させる、こういうこともやらせちゃいけないと思います。来月は3つの補欠選挙あります。野党で全部取って新しい政権作る、そういう足掛かりにしていこうじゃありませんか。ご一緒に頑張りましょう。ありがとうございました。